はい、今日の一品です。まずは冷凍パスタを温めながらちりめんをちょっと小さめですね、フライパンで油を使わずにいっていきます。こんがりといい香りがして少し白くなった感じで、焦げる前にやめておきます。そしてご飯にゆかりご飯の素を振りかけて、ここにちりめんもどさっと入れていきます。全体に混ざるように混ぜてください。全体に混ざったら焼き海苔の上にドンと、おにぎらずの場合はこの海苔の角に対して、平行に四角くご飯を盛ると包みやすいです。ご飯を盛ったら海苔で包んで、はい、軽く形を整えたらしばらく置いてご飯の熱で海苔をなじませていきます。はい、そうしている間に冷凍パスタが温まったのでお皿に出して混ぜていきます。今日は大人2人のお弁当なので少しブラックペッパーを効かせてスパイシーにしておきます。はい、海苔が馴染んできたので包丁を少し濡らしてカットしていきましょう。ちりめんおにぎらずですね。おにぎらずは完成しました。さあ詰めていきましょう。ご飯にソースがつかないようにラップをしておにぎらずを入れていきます。はい、そしてパスタを入れて。
めるために今日はポンカンですね。実家の父が作ったものです。皮を剥いて房も外して入れておきます。お昼に手が汚れないように手間を省いておきます。弁当箱にみかんを入れたら一箇所隙間が余ってしまいましたね。どうしましょう。はい、そこで冷凍庫にあったハッシュポテトを油を温まったところで上から軽くかけていきます。そして片面に少し焦げ目がついたところでまた半分に油を振ってこんがりと焼いていきましょう。仕上げに軽く両面に塩を振って最後の隙間が埋まります。隙間に入りやすいようにカットして詰めていきましょう。ちりめんおにぎらず弁当完成です。お弁当にどうぞ。この後は逆再生をお楽しみください。